まずはパムに何が起きてるのか聞いてみよう。お前戻ったのか？わからんが列車の中にいるのじゃ。俺よりアキビリの列車に詳しい者などおらんからな。列車の中に変なものがいれば俺にはわかるんじゃ。お前も一緒に探してくれ。絶対見つけ出すぞ。紹介がまだだったな。私はガーデンオブリコレクションのメッセンジャー。今後はこの列車に滞在させてもらう予定だ。よろしく。感謝するぞ。優しいのだな君は。でもこれだけじゃ簡潔すぎるから詳しく説明した方がいいだろう。ガーデンオブリコレクションはアイオーン不利に付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄し、ミームとなり宇宙を旅している。フリ様のために、星の海にある最も貴重な記憶を探しているのだ。私がここに来られたのは、つまり、君が記憶とガーデンオブリコレクションの概念を認識していることを証明している。そしてその認識が、ガーデンのために複製のチャンネルを開き、直接君の脳に私を植え付けた。実は誰にも気づかれないようにこっそり君についていくこともできた。でもガーデンは貴重な記憶を持っている君を特別視している。しかもそれらは将来的にもっと増えるだろう。だからこうして声をかけることにした。それに君はメモスナッチャーの概念も認識しているな。言っておくがガーデンは泥棒などではないぞ。私たちの行動のすべては崇高な目的のためにある。さて私たちはもう知り合いになれただろうか。壊滅によって宇宙が忘却の彼方へと追いやられるのを防ぐこと。たとえ物質が滅びてもそれらが記憶の中に存在していれば生き続けていることになるからな。率直に言ってしまうが許してほしい。私はただで君にこれらの情報を教えているわけじゃない。ガーデンは君の記憶を保存したいと考えている。だが心配は不要だ。私たちは記憶を奪い取ったりはしない。貴重な断片を複製するだけだ。取引だとでも思ってくれ。これは君の記憶を保存するために作られた忘却の庭だ。私たちは君が定期的にここを訪れ失われた記憶を呼び戻すことを望んでいる。ガーデンはその中から欲しいものを得て物質や抗塩水を報酬として渡す。さあ我が古き体の記憶に誓おう。君が失うものは何もない。どうした？気分が悪いのか？それならよかった。怒っているのかと思ったぞ。今後定期的に忘却の庭に入るだけでいい。さまざまな報酬を用意しよう。ああそうだ、私が請求列車に滞在していることはできれば二人だけの秘密にしてほしい。私は君の仲間の前に姿を現さない。だから君も黙っていてくれるだろうか。ありがとう。
君が情に厚く理にかなった人でよかった。また私に会いたければ鏡に近づくといい。何か見つかったか。問いかけの魔物が列車に。うん、確かにその生物は突然現れて最初に会った人に問いを投げかけるらしい。君はどんなことを質問されたんだ。ほう、それは俺の推測を証明してくれそうだな。おそらく問いかけの魔物は優越の造物に違いない。誰の造物でもダメじゃん、追い出してくれ。そうよベルト、どうすればいいかしら。心配する必要はない、もう列車から去ったはずだ。問いかけの魔物は一度に一つの質問しかしない。そして答えを得たら他の場所に行くんだ。よかった、これでいいはず。